前田和夫は、日本の政治家、自由民主党参議院議員、参議院副議長、和歌山県出身、東京法学院卒で、高野口郵便局長、稲郷堂銀行取締役を務めた、前田と次郎の長男。息子は、法務大臣を務めた、前田伊佐夫。旧制和歌山県立伊都中学より、旧制那は高等学校を経て1934年。 東京帝国大学法学部政治学科卒業。帝心賞に入賞後、1937年、小倉郵便局長、1943年貯金局企画課長、郵務局提送課長、郵務局次長などを歴任し、1955年、大阪郵政局長を最後に退官。政界入りを目指し翌年の参議院選挙に、和歌山地方区から、 自民党公認で出馬し初当選。連続当選4回。大倉政務次官、参議院を大倉委員長などを経て、1972年12月、第2次、田中角栄内閣の科学技術庁長,長官として、初入閣。1974年7月から1977年7月まで、参議院副議長を務めた。自民党では、佐藤栄作派に属し、 高ーリ一、斉藤昇、徳永正敏らと共に参院佐藤派の重鎮として重きを成した。1972年、同派の田中角栄が次期総理総裁を目指して田中派を旗揚げするとこれに参加した。1978年1月4日死去、去年67、葬儀は同月12日に順自民闘争として増上寺で行われた地盤は、 息子の伊沢に引き継がれた。ありがとうございます。